皆さん、ポコニャチは。いつも、Twitter からのマルチのご参加、ありがとうございます。相変わらず、本当にあっという間に埋まっちゃうみたいね。そうなんだよね。ありがたいことに、毎回募集して数十秒で埋まっちゃうみたいだよ。数十秒？中には、僕のツイートから3秒で打ち込んだのに入れなかったっていう人もいたみたいだよ。それは早すぎるだろ。その分、ゆっくり実況の撮影枠では、ご新規さんのみっていうように制限してるから、参加者が被らないようにはしてるつもりだよ。そっか、その辺はちゃんと公平にやるんだぞ。へいへい。それで、今日はどのクエストに行くの？今日は、ライゼクスの討伐に行くよ。なるほど、4大メインモンスターってやつだな。そうだね。とりあえず一通り順番に倒していこうと思ってさ。じゃあ、今日も元気に一狩り行こうか。そんなことより、あんた今回参加してくれた方を紹介しなさいよね。そうだね。今回参加してくださった視聴者さんは、ドライブさん、桜さん、斉藤さんの3名です。皆さん、参加してくれてありがとうなんだぜ。見た感じ、今回は双剣が多いみたいね。ほんとだね、僕を含めて3人もいるね。人気の武器なんだな。使いやすいし、エリアルとの相性が抜群だから、しばらくは人気が続きそうね。そうなんだよね。僕も、使うまでは初心者には難しいと思ってたんだけど、そんなことはなかったよ。むしろ、初心者からクロートまで、幅広いハンターに愛される武器だと思うよ。以前まで使ってた体験の方が、よっぽどタイミングを取るのが難しいわよね。あっちの時は、空振りのオンパレードだったもんな。そうそう、体験は派手な分初心者が手を出しがちだけど、実際は双剣とか片手剣とかの方が練習にはいいと思うよ。あ、ライゼクスを見つけたみたいね。完全に足では出遅れたから、プレイで挽回していくよ。華麗に乗ってダウンを取ってやる。お前もノリが華麗だったことなんてないがな。そんなことないだろ。いや、待てよ、やっぱそんなことあるわ。あるかい。プレイ中って、夢中になって戦ってるからなかなか気づかないんだけど、編集の時は割と客観的に見れるから、いろいろと改善点も見えてくるんだ。なるほどな、お前なりにちゃんと分析してたりするんだな。一応ゲーム実況者だからね。まあ、以前のギャグみたいなプレイよりは、どんどんマシになってきてるのは確かね。そうでしょそうでしょ。よし、ノリに成功したよ。そういえば、乗った時のセリフって、好きなように変更できるんだな。そうよ、センスが問われるわね。ダウン、取ったぞ。お。ノリに関しては、だいぶ安定してきたようね。最初の頃はよく失敗してたもんな。そうだね、でもかなり練習したから、よっぽどのことがない限りは成功するよ。あと、ダウン後の攻撃はランブがいいってコメントが多かったな。そうだね、双剣といえばランブっていうイメージなんだろうね。でも、あんたってエリアルスタイルだから、ランブなんてできないんじゃない？そうなんだよね。でも、他のスタイルで遊んだ時にやってみたけど、確かに双剣のランブは強かったよ。ゲームバランス的に、強くなりすぎないように外したんだろうな。エリアル双剣は、乗りやすさでは群を抜いてるからね。じゃあ、ここら辺でライゼクスの基本情報を教えるわね。あ、そうだそうだ忘れてた。ライゼクスは、見ての通りの雷属性だから、弱点になる属性は氷よ。ちなみに、同じ雷属性だと効きにくいから気をつけるのよ。へいへい。今、ドライブさんが乗ってくれてるから、僕はちょっと武器を研いでおくよ。はや。ちょっと待てポコニャン、なんだ今の時の速さは。何回も何回も武器を研いでるうちに、きっと解き方が上手くなったんだね。というのは冗談で、今のはそういうスキルなんだよ。そういうスキル？モンハンの世界では、ブッド防具と装飾品の組み合わせで、様々なスキルが発動するのよ。そうそう。だから、双剣使いの僕は、双剣に特化したスキルが発動するようにしてるんだ。まあ、そこまでできるようになったところで、まだまだ中級者ってとこね。さあ、何回もダウンしてボコボコにしてるから、そろそろ倒せる頃じゃないかな。楽勝でした。今回も、視聴者の皆さんのおかげで、結構簡単に倒せたね。残る4大モンスターは玉三つ目だけね。玉三つ目か、この火属性の防具だと効率悪いな。水耐性のある防具に変更するのか。それは今度までに考えておくよ。じゃあ、さっき途中で言ってたスキルについて、僕の装備を見ながら説明していこうか。へいへい。僕の今の装備はディノ S 装備なんだ。以前まで装備してた下位のディノ装備から、上位のディノ S 装備に変更したのね。見た目が変わってないから、全然気づかなかったぜ。この装備だと、切れ味レベルプラス1とか、砥石使用高速化や、強靭研磨などといった、
双剣使いには嬉しいスキルがたくさんつくんだ。ところでなんで碁石のスキルが最終のスキルなのよ。あ、これはお守りマラソンをしてる時のものを買い忘れたね。なんちゅうていたらく。さあせん。じゃあ、ちょっと時間もまだ早いし、ツイッターに来たモンハンのイラストを紹介しようか。お、いいねいいね。じゃあ、早速いくつか紹介していこうか。まずはこちら、長峰さんのイラストです。めちゃくちゃうまいな。ほんとだよね。このままサムネにしたいぐらいの出来だよ。シワの感じとか、影のつけ方とか、プロの漫画家さんみたいよね。こんなすごいイラストを、本当にありがとうなんだぜ。長峰さん、ありがとうございました。続いてのイラストはこちらです。こちらのイラストは、ニセヒコさんに描いていただきました。これはあれだな、顔がドラゴンボールっぽいんだぜ。そうそう、ニセヒコさんのアカウントに飛んだら、すごいドラゴンボールが好きな方みたいだったよ。だからお前をそのテイストで描いてくれたんだな。そうだね、オリジナリティのある絵でとっても嬉しかったです。ニセヒコさん、イラストありがとうございました。引き続き、イラスト募集はしていますので、ツイッターに送っていただけると嬉しいです。モンハンの時間にはモンハンのイラストしか紹介しないのか。その方がわかりやすくて見やすいと思うんだけど、中にはゲームと関係ないイラストもあるから。そういうのはここでも紹介していこうと思うよ。そうね、マイクラとかポコラプーンのイラストはそれぞれの動画の時がいいでしょうけど。中にはゲームではないイラストもあるもんね。それもそうだな。そういうことですので、ゲームに関係したイラストはそのゲームの動画内で紹介して。そうではないイラストはランダムで紹介させていただきます。それと、引き続きモンハンのマルチの募集はツイッターで行っていきますので、気になった方はぜひフォローお願いします。リンクは動画概要欄にあるわね。それでは、ご視聴ありがとうございました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次にも、ゆっくりしていってね。